皆さん、こんにちは。公益社団法人東京共同住宅協会の谷崎と申します。今日の、テーマはですね、管理会社から見て困った大家さん参戦というお話になります。皆様、大家さんにとってですね、困った管理会社さん、困った担当者、困った入居者さん、困ったリフォーム会社さん、多々あると思います。で、立場、目線を変えるとですね、逆に管理会社から見て困った大家さんっていう方々もいらっしゃいます。で、そこでですね、参戦ということだったんですけれども、いろいろ取材をさせていただいたらですね、もう5つも6つも7つも出てきまして、で、参戦ではなくて、とりあえず5つか6つご紹介できればというふうに思います。皆様自身がですね、その困った大家さんに当たらないとは思うんですけれども、世の中ですね、いろんな人がいらっしゃいます。そういったところでですね、こういう大家さんもいるんだ、自分は気をつけないといけないなというところをですね、考えていただければというふうに思います。で、実際ですね、管理の担当者、プロパティマネージャーとも言います。管理員とかですね、いろんな言い方はあるんですけれども、皆様から見てですね、よく動いてくれる人、ほうれん草がまめな人、一生懸命な人、いい加減な人、いろいろいらっしゃると思います。ただその中でですね、じゃあ立場を変えて管理担当者の方の日常を考えてみましょう。で、私もですね、管理会社さんの担当者のそういう日常をちょっとずっと観察、ここのところ2、3週間してるんですけれども、やはりですね、管理会社さん大変です。担当者はですね、毎日毎日ですね、何かあります。オーナー様からいろいろ言われたり、で、近隣からも言われたりとか、ゴミのマナーなってないとか、なんだかんだいろいろあります。騒音の問題もあります。もちろん入居者さんからいろんなリクエスト、クレーム、ご指摘、いろんな言い方ありますけれども、ワイ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 連絡来ます。で、いよいよですね、リフォーム手配したとか修繕手配してもですね、今度は業者さん、管理会社さんから見ると協力会社さん、そういった方々からもですね、いや、こんなのできないよとか、これは追加になるよとか、これはちょっと難易度高いねとか、いろんなお話があります。で、いろいろなことをやって、はーって疲れて帰ってきたら、今度は上司からも言われる。管理会社のですね、担当の方はですね、日々そういったことの中でですね、モチベーションを維持していくっていうのが大変だと思います。それを目の当たりにここ2週間ぐらい見てきてですね、感じました。で、その中でいくつか取材した内容、これはオーナーさんとしてちょっと困ったなというようなお話をさせていただければと思います。まず、この間あったところではですね、大家さんが、当然管理を頼んでいる管理会社さんに気がついたところで、クレームというかご指摘というかですね、ご連絡入れること多々あると思います。で、こんな電話がかかってきたそうです。私の管理をお願いしている物件の前を通ったら、空き缶が階段の下に転がってたわよ。お宅に管理任してるんだから、清掃管理まで任してるでしょ。ちゃんと拾いに来てちょうだい、ということを言われたそうです。これについてはですね、私自身どう感じたかというとですね、空き缶一つ落ちてたっていうぐらいだったら、大家さん自分で拾ってくださいっていうことですね。実際ですね、管理会社さんも四六時中建物を見張ってくれるような、そういう会社はありませんので、で、管理人常駐でですね、管理会社さんにそれなりの人件費応分に払ってるっていうことであれば、それは注意してもいいかもしれません。ただ日常清掃もですね、清掃が例えば何時から何時に入った。で、大体一般的に大家さん頼んでいるのはですね、管理員と言われる清掃員の方もですね、例えばゴミ出しの日だけ来る。そうすると月、水、金。ということはですね、水曜日に清掃の人が管理をして、で、きれいにして帰ったとしても、その直後1時間後に誰かが空き缶を落としたりとか、ゴミを散らかしたりとか、そういった場合はですね、やっぱり半日、その翌日も含めて次来る時までは手をつけられないんですね。そこでたまたま大家さんが気がついた。で、それでもうちゃんとやってないじゃないかって思ってたらですね、私も似たようなケースいくつか見たことあるんですけれども、ちゃんとやってるんですね。ただ、運悪くっていうかですね、そのタイミング悪いところではちゃんとやってないように見えてしまうっていうこともあるでしょう。その辺はですね、よく観察しながらですね、大家さんが自分でできることは自分でするっていうことも必要かと思います。
で、ついこの間あったのはですね、もう一つはですね、日常清掃、これ掃除の方が来ていただいてて、管理会社さんに手配してもらってるんです。ところが蜘蛛の巣張ってる。蜘蛛の巣張ってるってどういうことよ。で、自分もさすがに蜘蛛の巣張ってるって写真を送ってみてもらって、で、清掃会社の人にちょっと聞いてみたんですね。そしたら清掃会社の人もちゃんと清掃はしたんだけれども、蜘蛛の巣って1日でできちゃうことあるんです。たまたまきれいにした後に蜘蛛の巣張るってこともあるんで、そこら辺をご容赦いただきたいってことはおっしゃってました。ただまあこれはですね、まあ、たまたまタイミングが悪いっていうのもあるんですけれども、中にはまれにですね、もう本当に清掃の状態があまり良くない、それが原因でですね、もう1週間も2週間も蜘蛛の巣張ったまま放置してるっていう管理会社、清掃会社もありますので、その辺は全てがですね、オーナーさんが気がついて、それでクレームを入れてはいけないっていうことではありません。まあ、その辺よく見ながらですね、で、管理会社の事情を測りながらご案内していくという形になると思います。で、2番目、そろそろ建物の周りが汚れてきたので、高圧洗浄しませんか、まあ、シャーッとこうきれいにしませんかということをですね、オーナーさんに、まあ、ご案内したそうですね。そしたら、そんなのケルヒャーでお宅がきれいにしてくれないの、管理会社でしょというふうに言われてしまったという話です。で、担当者の方もですね、まあちょっと若干そのオーナーさんに対して、こう押しの強いオーナーさんだったので、苦手意識もあったのかですね、まあ、分かりましたということで、で、オーナーさん、私の家にケルヒャーならあるわよということでですね、それでケルヒャーというのはですね、こちら画像にありますように、家庭用の高圧洗浄機です。テレビショッピングでよく売られてます。で、調べたらもう1万円とか1万2000円とか、まあ、高くても1万5000円ぐらいで手に入ります。で、テレビで見るとですね、もうこうみるみるきれいになってきます。でも実際はどうなのかっていうとですね、これ実はそんなに水圧高くないです。実は私もそれを買って試したことあるんですけれども、そんなにきれいにならないです。とすると、賃貸アパート、マンション、ビルで、共用部分ってそれなりの広さありますので、そこをですね、くまなくきれいにケルフェアでしようと思うとですね、大変です。ムラができます。ということでですね、で、大家さんがそれちょっと使ってって言って担当者に渡して、担当者はですね、わざわざ車で行って大家さんのところ行って積み込んで、ケルファーで1日やったそうです。で、もう夏の話だったらしいんですけれども、汗びっしょりで帰ってきて、で、上司からはですね、お前1日何やってるんだって叱られて、で、大家さんに、で、ケルファー返しに行って、翌日オーナーさんが見に行ったら、そんなに綺麗になってないわねって言われちゃったらしいです。もう踏んだり蹴ったりですよね。まあ、担当者にしてみればですね、オーナーさんから評価されずに、で、しかもですね、上司からはもう一日無駄にしてるってわけではないけれども、もっと他にやらなきゃいけないこと山積みあるだろうと叱られて、まあ、そういったところではですね、担当者のやる気、モチベーション、これ損なわれたなっていうケースでもあります。じゃあ実際ですね、ケルファーって1万円2万円で買えるからって言って、お手軽な高圧洗浄って言われてますけれども、車をきれいにしたりとか、自転車をきれいに洗ったりとか、あとタイヤをこう汚れを取るとかっていうのはいいんですけれども、実際にはですね、こちら見ていただくとですね、ちゃんとしたものでも最低限ですね、5万10万します。で、私も業務用でですね、調べてですね、ケルファーでダメだったので、自分用で買ったのが5万円の買いました。でもやっぱり高圧はやっぱりさすが、やっぱり3倍4倍5倍しますので、それなりにこう綺麗にはなります。大体ですね、畳6畳ぐらいの広さのところをケルフェアでやるとですね、大体2、30分かかります、綺麗にしようと思ったら。で、この5万円の高圧洗浄でやると10分ぐらいです。ただもう本当に専門の業者さん、もう高圧洗浄会社さんにお願いするとですね、このように30万100万、もう車で来て、もう大規模にやるとなったら、もう500万600万って大きな機械積んだ、そういったものもありますけれども、大体まあ多くの業者さんはですね、この30万100万の機械を使ってやります。もうジャーって綺麗になります。大体まあマンションの規模にもよるし、外構とか共用部分の広さにもよるんですけれども、大体それでもですね、2人の作業員で大体半日がかりでやるっていうのが一般的です。
例えばこの物件、写真見ていただくとですね、ずいぶん汚れてます。これもついこの間私が見に行った物件で、高圧洗浄をやった方がいいですよっていうお話になったそうです。で、プロの業者さんに頼むとですね、2人かける、これはまあ2万円、だいたいですね、まあ、人件費というか作業費、そういったものもかかりますので、そうするとですね、諸経費、車で行って車を止める駐車場代とか、その器具を運ぶ費用とか、まあ、いろんな費用かかりますので、まあ、それで行くとですね、大体、まあ、このぐらいのレベルのものを外構とかエントランスとか一通り全部きれいにするとなると、大体4、5万円かかります。よく言われるのが定期清掃、年に2回、半年に1回やってますっていうところは多いです。ただ、これはですね、汚れ具合がですね、立地条件によって変わります。幹線道路沿い、この物件幹線道路沿いなんですけれども、こういった物件の場合は3件数に1回ぐらいやった方がいいです。まあ、そういったところでですね、こういったものを管理の担当者にお金をかけずに、あなたに管理頼んでるんだから、あなたきれいにしてちょうだいっていうのは間違いですね。まあ、担当者もですね、まあ、どこを優先順位としてやっていくのかっていうところもありますし、会社としてもやはりですね、その人にお給料を払って、それで一般管理費のこういろんな経費かかってるわけです。それをただでやってもらうっていうこと自体が間違いなのではないかというふうに思います。もう汚れるところはですね、たくさんありますので、まあ、コア洗浄を大家さんが自分でやってみるっていうのも一つだと思いますね。やってみてその大変さを体感してみるということも一つかと思います。まあ、もう一つですね、こちらはですね、お宅に照明の取り替えを頼んだら、まあ、管理会社さんにですね、あなたに頼んだら1万5000円の見積もり持ってきたけど高いわね、ネットで調べたら6000円で買えちゃうよ、でちょっとボリすぎじゃないのという話よく聞きます。インターネットの時代ですので、まあ照明器具を取り替えるとか、まあエアコン取り替えるとか、何かするんでもですね、すぐネットでこう大体買ったらいくらかっていうの分かるんですね。で、実際私も調べてみてですね、本当に安いものだとですね、6000円、7000円、まあ、たまにタイムセールで楽天とかアマゾンでやってるものなんかはですね、下手したらもう4000円ぐらいで入ります。ただそれもですね、照度が悪かったり、明かりがあんまりきれいじゃなかったりとかですね、まあいろんなものがありますので、まあ標準的に大体ですね、まあまあのものであってもですね、6000円、7000円、8000円はします。とすると1万5000円、やっぱり高いと感じるかもしれません。で、あるオーナーさんはですね、高い高いっていつも言っていて、でもうじゃあ自分でつければっていうのもあるんですけれども、それを管理会社の人にやらせようとするんです。でも管理会社の人はどうするかというとですね、まず選定して発注します。で、その後にですね、納品されて、それを検品して、それで自分の車か会社の車で、それで運搬して、それを搬入してマンションの横に持っていく、で開封作業があります。それ私手伝ったことありますけれども、大変なんですよ。結構段ボールから開けたら、もうまた段ボールが出てきたり、袋が出てきたり、バラバラの部品をその場で、これはどこなんだろうとかって見ながら、それでこう段ボールの量もですね、いっぱい出てきます。で、それを組み立てて、それで設置をします。で、動作確認ですね、ちゃんとつくかつくないか。で、その後撤収ですけれども、段ボールを折りたたんで、で、それをまあ、前の器具があったらそれを一緒に捨てないといけない、まあ、そういう、まあ、それは参拝物になりますので、まあ、そういったものを全部一通りやるとですね、半日かかりますよね。本当に私もどんなものか一緒にですね、実際に試してみたらですね、車で行って、運び込んで車で行って、駐車場に止めて、それでまあいろいろやってたらですね、あっという間に1時間2時間です。で、往復考えると半日で、まあそういった面ではですね、6000円、7000円で買えるじゃないっていうけれども、半日その担当者の時間を潰してるのと一緒なんです。まあ、人件費とか考えるとですね、それでも6000円でできるでしょうっていうことではないのかなというふうに思います。まあ、このようにですね、専門の会社さんはきちんとこうそれなりに手慣れた形でですね、つけていきます。袋から出したりとか、ビニール袋に入ってたりとかですね、取扱説明書が入ってたりとか、いろいろあります。あともう一つ、あなたが担当になってから修繕費が増えちゃった、君に頼んだら
なんか担当、前の担当はね、そんなに修繕費とかどうのこうのって言ってこなかったのに、なんか君になってから修繕費随分増えたんだよねって言われてしまったっていう話です。で、本人は気にしてですね、入居者さんからのエアコンの不備のリクエストが入ったりとか、さまざまな修繕依頼、これオーナーさんに言いづらくなっちゃったみたいです。で、当然ですね、古くなった郵便ポスト、ここ取り替えた方がいいと思うんだけどとかですね、宅配ボックス新しく設置した方が絶対いいと思うんだけどとか、エントランスのバリューアップとか、まあそういった提案もできなくなっちゃって、で原状回復する時もですね、できるだけ安くご案内しようと、まあ例えばですね、プラスアルファのですね、アクセントクロスここをつけたらちょっと雰囲気が良くなると思うとか、まあもしくはですね、お部屋の畳のお部屋をフローニングした方が早く入居者決まると思うんだけど、賃料も1,000、2,000アップできるかもしれないとかですね、まあそういったこともですね、萎縮してしまってですね、それをオーナーさんに言えなくなっちゃったんですね。で、実際はですね、建物というのはですね、10年20年だいたいそこら辺の間になってくるとですね、まあ新築築浅の状態に比べるとですね、格段に修繕費ってのはどん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 増えてきます。ですからオーナーさんから見るとですね、まあ、築5年とか築10年までの間にあまりこういろんなコストがかかってこなかったものが、10年20年経ってくるといろいろお金かかってくるんです。担当者のせいじゃないんですよね。まあ、そこら辺設備も仕様も劣化して、で前のような状態ではなくなってくるということも認識しないといけない。それとプラスアルファですね、私はその人に対してはですね、できるだけ一生懸命管理している、まあそれだけ一生懸命やってるんだねっていうところでですね、まあ、気がつくことも増えるし、で頑張ってる証拠ですよって言ってあげたんですけれども、まあやはりですね、もうオーナーさんにいろいろ言われるの嫌だからって言ってそしらぬふりして、で見逃して楽する、どっちの方が大事なんですかっていうふうには思います。まあ大家さんにとってはですね、まあ、そういうふうにお金かかるとか、こう嫌な顔をするとかですね、やはり担当者の方はですね、結構胸を痛めてますよね。オーナー様、お仕事いただいている大事なお客様からお小言言われるというのは本当につらいんです。ですからなるべくお金をかけないようにしたい、その気持ちは本当にあるんですね。ただそれでどうしようかっていうふうになると、最後ですね、もう身を削って自分でビッグカメラとかヨドバシカメラ行って買ってきて取り付けるなんてことをしちゃうわけですよ。そうすると採寸性が悪くなってくる。でもうこの物件はお荷物になるんじゃないのっていうふうに会社が判断してしまったら、逆にまああまりこうプラスにはなってこないと思います。まあそういった事例ですね。まあ実際ですね、担当者がですね、リフォームの見積もりを提出した後に、その見積もり書を知り合いのリフォーム屋さんにこう見せてしまって、で1割安くなったよなんていう話たまにあるんですね。で実際どうなのかっていうことをちょっとこちら図式にしてみましたけれども、担当者が入居者さんとコミュニケーションを取って、まあいろいろこう壊れたとか、まあそろそろ修繕だとか、いろんなところでこうご指摘があって、で打ち合わせの労力があります。でオーナー様にちゃんとお伝えしたりとか、見積もりを取るために施工会社といろいろこうやり取りもあります。ですから現地調査があったり、調整相談、それと見積もりをチェックしたりとか、で場合によっては調整したりとか報告したりとか、で立ち会いをやって、で確認をする、まあそういった一連の作業、これ全部コストになってるんです。でこれをですね、施工と手配に関するそういった業務プラス施工とアフターに対する責任、それと工事履歴、このマネジメント、これ賃貸管理会社のですね、一連の仕事の業務なんです。でこれをオーナーさんはですね、あるところまで行って、それでこう「いや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 」って言って、で自分で知り合いの業者に安くできるじゃないって直接頼んで、確かに安くできるかもしれません。ただもし不具合出た時どうするんですか、入居者さんからのクレーム、これは担当者が背負うことになるんです。ですから、いやこれうちの手配したリフォームじゃないんだけどな、うちが手配した故障の修繕じゃないのにな、オーナーさんが直に頼んだからって言ってオーナーさんに言えないですよね。で不具合が出た時ですね、入居者さんのクレームっていうのはですね、やっぱりこう、まあ、担当者にとってすごいストレスになります。まあ、そういったところはですね、オーナー目線でいくとですね、金額を、まあ、
管理会社に頼むと乗せられるんじゃないの、高くなっちゃってるんじゃないのという目線があります。ただ管理会社の目線から見るとですね、人が動いて責任が生ずるんだからどうしても高くなってしまう、ボランティアじゃないんです。ですから先ほどお話したように6,000円で買えるけれども、ただそれにこういろんな人が動いて責任が伴う、で工事履歴にちゃんと入力していって何かあった時にアフターメンテまで入る、そういったところも加味すると15,000円になってしまうということです。で実際ですね、会社どのように成り立っているのか、これも基本中の基本で、そんなの皆様ご承知のことだと思います。まず売上というか見積もりがあったとします。これはオーナー様からいただくリフォームの工事費です。でそれにはですね、仕入れ原価が伴っています。で協力会社さんへの支払いがあります。でそこの差益というのが営業利益、粗利益とも言います。まあ単純な表の利益になります。この利益がないとですね、企業は生きていけないんです。一般的なリフォーム会社の場合の適正利益は25%とも35%、大手だと35ぐらい取るって言ってましたね。でその金額に管理会社はさらにですね、10%、15%、20%ぐらいはもう必要経費として乗せて、それでオーナーさんに提示するっていうのが一般的です。でそこの利益が一般管理費になってきます。一般管理費を賄うための利益になってきます。まあ、人件費であったりとか家賃とか活動費、まあ、担当者のお給料であったりとか、会社がお家賃払ったりとか水道光熱費払ったりとか、生きていくための必要なそういった一般管理費を使うために営業利益っていうのはどうしても必要なんです。で一般管理費を差し引いても利益が出る、その出た利益が経常利益って言います。赤字の会社もあれば黒字の会社もありますけれども、ほとんどの会社はなんとか経常利益ぐらいはプラスにしていこうということで頑張っているかと思います。まあ、ある面ではいろんな活動をした挙句の手残りということになります。で会社はですね、その手残りがちゃんとあって初めて、まあ、社員の昇給であったりとかベースアップであったりとか事務所の、まあ、拡大とか、ちょっともう手詰まりになったのでちょっと引っ越そうかとか、まあ、新たなこう採用したりとか、まあ、いろんな必要なシステムの導入とか、いろんな投資も必要になってきますので、まあ、そういった面では営業利益も必要だし、その後一般管理費が払った後の経常利益、これも必要になってくる。これをある程度尊重しないといけないし、で、まあ、例えば3割も4割も5割も乗せるというと暴利になれ、なるかと思います。そこら辺適正利益でやっていただいているかどうかのチェックはもちろん必要だと思いますけれども、ある程度の利益がないと会社もやっていけないということになります。で、この事例はですね、ある大家さんがですね、まあ、猫お嫌いな大家さんで、勝手に餌をやるなと殴り書きをこう張り紙した大家さん、こういった事例もあるんですね。でもこれ管理会社さんを差し置いてですね、大家さんがもう頭きてですね、こうやって殴り書きのようにこうやってペタッと貼っちゃうんですよ、自分の物件に。困るのは管理会社さん、あと入居者さん、嫌な気分になるんですね。これはあんまり良くないと思いますよね。でも実際こういった現場たまにあるんですよ。まあ大家さんが憤ってるということもあったかと思います。ただここはですね、管理会社さんが丁寧にですね、猫に餌をやらないでくださいっていう丁寧な投函をしたりとかですね、そういう配慮しながら入居者さんに嫌な思いをしないように、気持ちよく住んでいただくための環境づくり、これも必要になってきます。それを大家さん自らがこういう形をやってしまうというのは良くないなというふうにはもう思います。これ実際の事例ですね。まあ、これなんかもですね、猫に餌をやるなって書いてますけれども、そこにまたプラスアルファして誰かいたずら書きして、猫に餌をやるなら美味しいのをね、なんてことプラスアルファしてますけれども、まあこういう冗談っぽくなっちゃってるのもありますけれども、実際ですね、やはりこう張り紙もですね、きれいな張り紙をするっていうこと、それと入居者さんにそういう嫌な思いをさせない、快適に暮らしていただく、そういったことも念頭に置いて、こう掲示物も気をつける、大家さん自らも気にかけるということも必要かと思います。まあ、その他ですね、他にもですね、ここ2、3週間の間にあったのはですね、毎日3本ぐらいのメールをもうストーカーのようにしてくる大家さんもいらっしゃったんですね。ですぐ返事しないとですね、ほうれん草がなってないと怒り出す。
で、もう上司に言いつけるどころかですね、私は社長知ってるからって言って、社長にまで言いつける、もうこれはもう繁忙期となったら担当者ももうへきへきしちゃうと。まあそれもですね、もうワンルーム一つ頼んでるだけ、まあそれでですね、私は大家だ、お宅にお金払ってるんだという大家さんもいらっしゃいました。あとはですね、まあ家賃お下げになったらいかがですか、この時期に早く決めたいと思いますって管理会社が言ってるのに、家賃下げるなんて私の負けよっていう感じでですね、まあそんなに楽してお宅決めようと思ってるのっていうような感じでですね、なかなか家賃下げていただけない、まあ、そうなると担当者諦めちゃいますね。もうこれはもう繁忙期逃すな、まあ、いろんなことあらゆる手を尽くしてやってくれてても、最後いろいろ不動産屋さんとか他のところからもマーケット資料も調べたらですね、相場より高い、これはもう率直に大家さんに申し上げたい、申し上げたけれども、大家さんがノー、仕方がない、まあ筋の悪い管理会社だとほっとくんですよね。いよいよ大家さんが困って値下げするまでほっとくっていう、そういう管理会社もあります。まあそういったところではですね、よくコミュニケーションをとって、でそれなりにやっていただいてるっていうところは評価するところは評価してあげて、でちゃんと向き合ってですね、家賃下げて早く決めた方が、まあそういう機会損失が少なくて済む、そういったケースもありますので、その辺下げればいいということではないんですけれども、まあなかなかですね、まあ下げたら負けだという、もう気持ち的に下げたくないっていう感情的な面だけでですね、下げない、これはちょっと気をつけないといけないかなというふうに思います。まあ、実際大家さんはですね、管理会社さんを選んで依頼していると思います。イコールですね、お金を出して仕事をさせているという意識の人、逆にですね、それは違うと思うんですね。逆に管理会社さんがオーナー様を選んでいるというふうに考えた方がいいかもしれません。まあ、等身大というかですね、対等というかですね、イコールパートナー、まあ、敬意を持って担当の方にもですね、こう接していただける、そういった大家さんはですね、それなりに人気あります。まあ、それが上手にですね、ありがとうとか、あなたのおかげでうまくいってるよとか、そういう励ましのお声とかですね、感謝の気持ちを伝える、まあ、それが上手にできる大家さん、感謝の気持ちを上手に伝えられる大家さん、まあ、こういった大家さんはですね、管理会社さんばかりではなくて担当者も褒めて育てるというところにつながっているかと思います。ぜひ、ありがとうという言葉をですね、担当者に投げかけてあげていただければと思います。以上で終わります。ありがとうございました。